19世紀に描かれたフェリドゥーン。フェリドゥーンは、イラン神話の人物であり、ゾロアスター教に登場する大英雄である。ゾロアスター教の聖典、アベスターでは、スラエタオナと呼ばれる。父は、アーブティーン、母はファラーナク。先祖には、タフムユーラスがいる。息子はサルム、トゥール、イーラジ。ソ,ーソンはマヌーチェフル。最も有名な伝承が、 ジャルーアジガハーカとの戦いである。女神アナアヒターの加護を受け、最終的にアジ、ダハーカを封印することに成功した。彼はペルシア最大の英雄の一人である。スライガオナはアベスターではアジダハーカを世界の終わりの日まで遊兵する。サーサーン朝の頃、分量が減り口動かしたいわば民衆版のアベスターに対し、 パフラビー語で整理し再編集された書物が成立した。これは、金帝、アベスターグとも呼ばれている。その第20巻、チフルダードでのフレードームは、悪竜、アジダハーグを倒し、500年の間王座に就いた。王座を退くにあたっては、長男のサルムに、ローマ、次男のトーズに、トゥルケスターン、三男のエイリズに、エーラーンシャフルという風に、国を分けて与えた。 兄たちは、最も豊かな、エーラーンシャフルが、末程に与えられたことから、エイリズを妬んで殺した。エイリズには、娘がおり、彼女は、フレイドーンの元に逃れた。孫娘と祖父でありながら二人は、関係を持ち、マヌシチフルが生まれた。やがてマヌシチフルは王子たちを撃ち、その後、エーラーンシャフルを五百年余りの間支配した。フェリドゥーンは、シャーナーアメ、王所では、 暴君、ザッハークを遊兵した、大英雄である。アーブティーンとファラーナクの間に生まれたフェリドゥーンは、父親をザッハークの肩の蛇への生贄にされた。ファラーナクは、ザッハークが、フェリドゥーンがザッハークを滅ぼすという内容の夢を見た、ことからフェリドゥーンを探していることを知り、美しい目牛、ビルマーヤの飼われている牧場へ息子を連れて向かった。親子は牧場にたどり着き、 フェリドゥーンはビルマーヤの父を飲んで育った。これを知ったザッハークによって牧場に、追っが送り込まれるが、危険を感じた、ファラーナクは、フェリドゥーンを連れて、エルブルス山に登り、あるインジ者と出会った。ファラーナクの頼みを聞き入れたインジ者は、フェリドゥーンの父親となった。行き違いでフェリドゥーンを捕らえ損ねたザッハークは、ビルマーヤと周囲の動物たちを皆殺しにした。それから16年が過ぎ、 エルブルス山を降りたフェディドゥンは母親から真実を聞き、ザッハークを倒すことを決意する。しかし母親は、今はザッハークの勢力が勝っているため機会を待つようにと悟した。間もなく、18人の息子のうち17人までが、ザッハークの生贄とされたロカジや、カーベが王に反逆の意思を表し、兵士や一般人を問わず、大勢の人々を集めて、 フェリドゥンのもとに現れた。ザフハークに苦しめられてきた彼らは、フェリドゥンを新たな王にしたいと表明し、カーベの前掛けを旗印にして、規制を上げた。ザフハークを攻撃するフェリドゥーン。フェリドゥーンは、カーベに、ビルマーヤの頭を模した小ズの矛を作らせ、自身の武器とした。フェリドゥーンたちが出撃すると、美しい若者に姿を変えた天使が現れ、 フェリドゥーンに魔法を解く方法を教えた。フェリドゥーンたちはバグダードからチグリス川を渡り、エルサレムにあるザッハークの城へと向かった。フェリドゥーンは仲間たちと共にエルサレムを攻め落としたが、ザッハークはインドにおり、不在だった。事態を知ったザッハークが悪魔と人間の混成軍を率いて戻ってくると、フェリドゥーンの軍勢は直ちに迎え撃った。そしてフェリドゥーンは、 宮殿内でザッハークと合間見え彼の頭をゴズの矛で打ち砕いた。フェリドゥーンがザッハークに止めを刺そうとしたその時、天使、ソルーシュが現れ、ザッハークには指揮が来ていないことを告げた。フェリドゥーンはザッハークをダマーバンドさん近くのシールハーンまで連れて行き、そこで再びザッハークを殺そうとしたが、またもソルーシュに遮られた。ソルーシュの助言に従い、 フェリドゥーンはザフハークの手足をライオンの皮で作った縄で縛り、ダマーバンドさんの洞窟に遊兵して、さらに鉄の杭と鎖で動きを封じた。その後フェリドゥーンは500年間大位に着いた。フェリドゥーンと彼の日、シャフルナーズとアルナワーズ。フェリドゥーンはザフハークに囚われていた二人の姫、シャフルナーズとアルナワーズを王妃に迎えた。二人は、 ザ・ハークに王位を奪われて殺されたイラン王、ジャムシードの娘だった。フェリドゥーンが50歳を過ぎた時、シャフルナーズとの間に二人、アルナワーズとの間に一人の子供を儲ける。子供たちを区別したくなかったフェリドゥーンは三人に名前を付けなかったが、三人は立派に成長した。フェリドゥーンは古文館に正しい王家の血筋を引き、月や妖精のように美しく、 誰にも見分けがつかず、両親が名前を付けていない娘たちを王子たちの嫁に選ぶよう命じ、その結界へメンのサルブ王の三人の娘たちがそれに当たることが分かった。しかし、娘たちを手放したくないサルブは一人の将軍の助言に従って死者を送り、三人の王子たちに直接来てもらう旨をことづてて、自身は王子たちに難題を出そうと企んだ。 サルブの思惑を見抜いたフェリドゥーンは息子たちに助言をし、王子たちは難題を解いたため、見事サルブの娘たちとの婚約が成立した。竜に変身して、息子たちを試すフェリドゥーン。兄たちに殺害されるイラジ。その後フェリドゥーンは三人の王子たちの真実の心を試すため、竜に姿を変えて、彼らの前に現れた。長男は戦いを避けるために下出し、 次男は勇気を振り絞って立ち向かおうとし、三男は視深く竜を説得しようとした。フェリドゥーンは元の姿に戻ると真実を明かし、長男にはサルム、次男にはトゥール、三男にはイーラジの名を与えた。その後、フェリドゥーンが招いた先生術師の占いの結果、イーラジの不吉な運命を象徴する予兆が見え、彼は心を痛めた。フェリドゥーンはサルムに ルームとユーラシア大陸の西方を、トゥールにトゥーラーンと中国を、イーラジに、イランを与え、それぞれの国を治めさせた。しかし、イーラジを妬む二人の兄はこれを不公平と非難する、声明を、フェリドゥーンとイーラジに送り、フェリドゥーンはこれに対して断固として立ち向かうことを、表明した。フェリドゥーンは、イーラジに身を守る、要助言するが、イーラジは兄たちへの信頼を捨てず、 彼らに服従する道を選んだ。フェリドゥーンはサルムとトゥールにイいラジの決意を書いた書簡を送ったが彼らは聞き入れず、ついにイいラジを殺害した。イいラジの首を届けられたフェリドゥーンは嘆き、神にサルムとトゥールを罰し、イいラジの敵を取るよう願った。悲しみの涙を流すうちに、フェリドゥーンは失明し、胸からは嘆きの草が生えた。その後、イいラジの娘とその夫との間に、 息子が生まれた。創尊を見ることができないフェリドゥーンは神に祈った。すると、フェリドゥーンの目は光を取り戻した。フェリドゥーンは創尊にマヌーチェフルの名を与え、風や日差しから守るようウバや従者たちに命じた。またフェリドゥーンはマヌーチェフルに様々な財宝を与えた。マヌーチェフルが成長すると、サルムとトゥールは、保身のためイランと和解することを考えた。 そこで彼らは、マヌーチェフルを自分たちに送ってくれるなら自分たちは、マヌーチェフルに服従すると財宝を持たせた使者に、述べさせた。しかしフェリドゥンは彼らの思惑を見抜き、逆に彼らをマヌーチェフルに打たせる決意を固めた。そしてマヌーチェフルはその通り彼らを打ち取った。マヌーチェフルの勝利を見届けたフェリドゥンは、神に感謝し、早々に王位を譲ると、 王として守るべき教えを伝えた。また、戦いにも同行していた武将の一人、ナリーマン家のサームに、彦の貢献を命じた。戦いで得た多くの財宝は、戦いの功労者たちに分け与えた。その後、フェリドゥーンは、属性から身を引き、亡くなった三人の息子たちの首を前にしては、嘆き悲しむ日々を送った。間もなく、五百年にわたって、 前世を敷いたフェリドーンは静かにその生涯を終えた。ありがとうございます。